初心者一見新作迷宮探索 RPG ソウルタイドで覚えておきたいバトルの基本イエーイということでね、皆さんこんにちは。本日はプスターズターザンドオゾウです。そしてタイガーサクラです。ヒロヤキムです。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、本作はですね、迷宮探索 RPG というねジャンル名通り、分かれ道や道ね、罠に満ちたマップを攻略していく中で、敵との戦いを繰り広げるダンジョン探索型の RPG となっております、うんうん。またね、眠り人形とね呼ばれるキャラクターとダンジョンを巡っていく独特な世界観もね特徴なんですけども、うん、はい。まあ、今回はねこのリリースしたばかりの作品で、まあ、最初に知っておきたいことをね徹底解説していきたいと思います。ありがとうございます。はい、ということでどうですか、はい、もうやってもらったと思うんですけども、結構やったんですけど、うん、なんか思った以上の3倍奥が深かったですシステムが新しいですよね。いや、そうだね。はい、じゃあまずはまあその前にね、ソウルタイドの世界観について、はい、軽くねおさらいしていきたいと思います。はい、ということでじゃあまあ行っちゃってもらっていいですか。じゃあ行きますね。どうぞ。2スタート。はい、もう雰囲気に出てる。もうこれでございます。大陸で長きにわたり人々と敵対してきた魔女。教会の召喚儀式を行った。教会。進めますよ。進めてください。あらゆる人々が終末を告げる大地の腕に飲まれた。炎が燃え盛り、無力な鳴き声や屍の山が辺りを覆い尽くした。えらいこっちゃ紙芝居みたいな。後に大神聖と呼ばれることになるこの厄災は無数の命を奪い、数え切れないほどの孤児を生み出すなど大きな爪痕を残した。あ、うんうん、大変ですよ。なんか絵がいいですね、おしゃれで。うん、はい、もう読まない。はい、大によって姿は変貌すると、うん、はいはいはい、うんうん、危険と無秩序そのものの迷宮、魔女教会につながる、うん、人々は絶望し悲嘆に暮れたと。いやー、もう実は女神シェラは彼らを見捨てなかった。なんか昔の神話の話みたいな。そうだね、イメージがありますね。魔法の力を授けた、うんうんうん、はい、で魔術師と呼ばれるようになると。ルナ教団は、ルナ信仰を中心にする魔法システムを構築したと、うんうんうん、はい、ルナ教団は魔術師を養成し復興作業に投入することによって、なんと10年でこの復興したと、うん、三日月大陸は、はい、それが女神の手による奇跡。シェラすごい、はい、ルナ教団と、その魔女たちが対立してる、対立してるということですね。はい、教会は未だになんかその無限の力をこう持ってて、で魔女たちがそれを使ってなんかまた悪さをしようとしてるって。なるほどなるほど。ことらしいんですよ。はい、まあ、だから主人公はだから教団ね、ルナ教団に、うん、属していると。そうですね、人形使い、ターザンボードの。はい、でその眠り人形を使う人形使いっていうのに任命されて、教会を探索することになると。なるほど。いうわけですよ。人形出てきました。はい、ここでね、出てきましたね。一度死を経験したことなので優しくしてあげてください。うんうんうん、眠り人形ってやつですかね。うんうんうん、どうなんでしょう。お、あ、なんか来るぞ。お、これがあの女神様。女神様かな。タップします。あ、すごいすごいすごい。ギュンギュン回ってる。これで私はバージニアです。これ確定でバージニアさんなんですか。まあ、バージョンの設定なんですね。これは最初のあなたと共に歩んでいきます。未来が描かれるその日が来るまで。演出がすごいね。なんかすごいおしゃれですよね。しっかりなんかね、うん、世界観にね浸れる。はい、バージョンをいただきました。バージョンちゃんに会いました。お、あらあら。ちょっと待った。やっと会いました。いきなりこれ押し倒されてる感じですかね。私今なんか記憶があやふやな感じなんですかね。異世界の、うん、あの人をこう召喚してるみたいなことらしく。うんうんうん、なるほどなるほど。死を経験した子を召喚してるわけですよね。出発しましょう。じゃあ探索行きましょう。行きますか。ね、これがいよいよまあ。メインというかね、探索のね、うんうん、フィールドですね、いわゆるね。このね、SD も可愛いですよね。こ、う、れ、ん、バージョンちゃんの中。ここはお話があるんですね。ちなみに、この教会っていうのは、はい、あの普通の人間が入ると、うんうん、魂が飲み込まれてしまう。だから、バージョンちゃんを送り込んでるって感じですね。そう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 。人形使いがここに駆り出されるという。なるほど。いうわけですよね。教会点は魔女教会と三日月大陸の交わる場所で、それぞれの小さいエリアの終点でもありますと、うんうん、あそこまで行くとゴールと。なるほどね、はい、まあ、分かれてますけど、とりあえず下は行こうかな。はい、
さあ、あ、トゲあるよ。トゲですね。今度するんで、まあ我々からしたら増さもないですよ、まあ、タイミング見ていく。おあれもまだ切るようになりました。また何かありますね、うん、はい、達成、あ、探索達成率ね、うん、あれこのフィールドがどんぐらいあの全部いけたかどうかって、これ今 0% ってこの上の方に表示されてるやつですかね、うん、そうですね、左上ね。でそれを踏むと何かあるぞ。おお、 33% アイテムとね、ちゃんとやから 100% にならないとダメよ、うん、あ、飛びながらグーグル。さあこれで、はい、これで 100% だったね。 100% になりました。これでこれでじゃあゴールいっちゃっていいのかな、境界点に到達と。今のところ敵には合ってないですね、まだね。そうだね、うんうんうん、出てくのってさ、これもうなんか明らかに敵っすよね、これっぽいよ。じゃあバトル始まったよ。さあ、なんかすごいですね、なんかバトル側に左側に行動順がありますってことで、うん、はい、なるほどなるほど、今バージョンがちゃんと敵って感じだけどね。なるほど、あのこの機体小さく表示されてるんですか。そうだね、はいはいはい、はい、通常攻撃とあれだね、まあ、他に3つスキルがあるっていう形になってますんで、まずは通常攻撃、ここですね、通常攻撃、はい、じゃあまあやってみよう。まずポンと、おお、結構減る、結構減りましたね。そうだね、でターンが終わると人形の SP が回復しますと、うんうん、SP20 を使って、はい、回復、回復と、はい、今使ったのがコアスキルですね、うんうん、でこれそうだね、 SP はこれかな、キャラクターの左上に42って、はいはい、右下にもね書いてあるよね、うん、あの 42SP、 じゃあこれ打ってみますか、うん、はい、スキルバフ、バフですね、攻撃バフがかかると、はい、通常攻撃、通常攻撃バフかかってるんで、パチン、はい、おい、うん、まずはそんな強くないですか。強力の魔力を押す。あ、やっぱ強いやつ撤退してください、そう言われても。あ、来たよ、クレイジア援軍だ、人数は少ないけど私の名は星見アスナ、よろしく、はい、フリージア、はい、来た来た、仲間来た、敵がね、2体いるよね。そう、だから前列後列みたいな感じのあるのよ、うん、なんで、そうそう、アスナちゃんは後ろも狙えるわけだね、射撃だから遠くの後ろの敵を狙うと、うん、っていうことだね。防御パップと SP は随分高い、そう、オーディスキル、そのこれか、大きいやつだね、大きいやつがオーディスキル、ブレイク状態だって、はい、え、いいですか、どうぞ。おお、これは必殺技、奥義、おい、かっこいい、かっこいい、強い刺激。なるほど、フリージャちゃんも溜まってはいるか、フリージャちゃんは撃っちゃう、撃っちゃう、これも多いじゃない、フリージャの多いですけど、あー、かわいい、かわいい、これ、系統違いの2人が名前を呼ぶ、あー、でもいいですね、バフだね、防御バフ、ちなみにあのスピン流したら分かるんで、うん、はい、あ、本当だ、回復します一応痛い、痛いもん、確かに痛いから、おー、かわいい、かわいいですね、これ、一目がいいですね。いいですね、これもさっきと通常挟んでって、はい、また奥義したいんですけど、ね、はい、さあ弱点撃破しましたね、あ、これがすごい大事ですよね、はい、これなんか物理も弱点っぽいんで、はい、これで、あ、でもいった、硬いやつとかいるともう弱点撃破しないと、そうですよ ね、全然通らなかったりするんで、さあということで、じゃあここからバトルをねちょっと詳しめにいきましょう、はい、編成5人いますね、もう、うんうんうん、はい、ということで戦闘スタートということで、左下側 その名前のところに、うん、あのなんか色がつぶつぶありますね、そうそうそう、でこれがあの相手の弱点、4種類も弱点があるわけですよ、はいはい、一応属性が、物理魔法火炎雷電無表っていうねことであるわけですけども、うんうんうん、これの場合は弱点なんでしょうかね、これか、そうね、うんうんうん、はい、ということで弱点4つありますと、で縦のマークで4って書いてあるんだけど、うん、これあのその弱点属性で4回殴ると相手が、うん、弱点撃破状態になって、弱点撃破、ダメージが2倍入るようになる、弱点撃破状態にしてからかますと、はい、そうですね、はい、じゃあ一旦この子の雷属性かな、はい、雷属性の攻撃をこの子に当てますね、はい、で3、あ、本当だ、4から3になりました、耐性を減らしていって、はい、殴ると、じゃあ物理ダメージもいきますね、魔法以外いけますかね、うんうん、じゃあガン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 減らしていきましょう、バチンと、お、はい、来た、弱点撃破、これで今撃破状態ですか、殴り時です今、お、はい、来た、弱点この時にじゃあ強めの攻撃入れればいいだけですね、はい、今もう縦がパチンって割れてるマークになって、うんうんうん、あれが弱点でいきましょう、じゃあこれがいいかな、前衛の敵に 75% の雷電ダメージ、はい、
ドカン、おめっちゃ強くなった倒し切ってよ、せめてやっぱこれを剥がしてからがだいぶ強くなったね。火力すごいですね。そうフリージャーちゃんちょっと出血して結構やっぱ単体攻撃とかの方が威力高いから、うん、そういうのを使っていくのがいいかもね。じゃあ次後ろかな、はい、後ろは火と物理と魔法、はい、この子は雷なんで弱点つけないってことですよね、うんうんうん、なので、ね、いやまあこれじゃあ普通に攻撃しようか、はい、とりあえず、うんなんなら逆転撃破、はあ、これで割りました。これは普通に殴っときゃいいんじゃない、はい、あおおここまで割れちゃうと、はいはい、なるほどバージャンちゃんの通常攻撃でも倒せると奥義、うん、するお取りちゃう奥義みたいであなたたちもこの子を見せてなかったどこかへ消えてください。おおおお全然なんか見た目の感じと違うんだよもうヒーラーっぽく見えますけど全然ヒーラーじゃないおお超バフ超バフなんだやばいね超バチバチになってバチバチになってまあ弱点ついていけばこうやってスムーズに倒せますよと、うん、なんで相手の弱点把握して弱点をつける攻撃を当てていって弱点撃破するっていうのが戦闘ポイントになります。奥深い、うん、そうえ強敵襲撃だ当てるかな。いや絶対勝てないけどそれだって体力やってるもんだからこれはもう腕試されてるよじゃあトラプトラパンの弱点も一応上に出てるんだね、はい、これですねこいつはあの物理とライデンと魔法、はい、じゃあ全員つけるじゃんそうだから結構バリエーションを用意しておくっても大事なんだよね。その偏っちゃうと弱点つけなくなっちゃうんで。そっかそっか、まあ、編成も編成も大事ってことだよね。うん早めにねこう弱点撃破しました。あの子2回攻撃なんだね。あ、そういうことか。2個あったよね。2個あった。じゃあこれすごいね。おお言っちゃうこれ割れてるから今チャンス行ったれ。なんかねすごいなんか打撃出しそうだよね。リリロちゃんはね軽く高いですよ。すごい3分の1持ってきましたね。そう何これどうなってるの。これオーリースキルですね。何これバフじゃない。あれバフじゃなかった。あこれなんか殴ってうバフじゃなかった。全体攻撃そうだ技を俺変えてたんだっけ。だからレベル上がるとね、うん、そういうのもあるんで、うん、いろんな技を覚えられるんだ。でも後ろからつぼさんと後ろからつぼさんと後ろから後ろから行きます。オーリースキルね後ろのこいつから数を減らしていく。いけるでしょこれ、ね、ドカーン。お強っこれ待ってボス行ったこれ勝ったじゃんこれ面白いじゃん直した。まあ一応ねこれでまああの全員が剥がれたんでもう殴ってさ、うん、殴るでしょう。おおどうですか。いや今のはねすごい下手くそだったな。はいということでこちら編成画面ですけども、はい、この前衛ボタンとかをタップすると、うん、で前衛後衛も入れ替えられるので、ね、なので、うんはいはい、まああんまりダメージくれたくないよってやつを後ろに置いといたりとかね。フリージャーちゃんの場合は防御力高いんで全員に、はい、前で1点置いといて、うんはい、ヒーラーのこのねバージャーちゃんはあの後ろに控えてもらって、うん、狙われにくいと、はいおはいってことでね、はい、敵も5体5体なるだけ多くの敵を用意しました。まあ、うん、物によっては違うから来年以外、はい、無料火炎物理魔法と、まあ、比較的弱点多い方だ、ねうんうん、でこの辺の下の子たちもね大体赤いマークついてたりするんで、はい、まあ火は結構効くと。で下の子たちはまあ火は効かないけど、はい、まあついでに狙う分にはいいかなっていうことで、うん、この子今僕がね、はい、動けそうな子この公園っていうのが全体敵全体に火炎ダメージ。おお、ね、これ早速使ってみたいと思います、はい、これすごい3体分の弱点をねそう数字見ててください、ね、数字一気に持っていけるの。おおいいですね。トラップだと全体攻撃はそんなにやっぱり威力出てないもんね。うん威力は出ないあんまり削れないけどまああの役割は、ね、体勢を割るにはかなり使えると思う、はい、これで弱点が撃破。おおまずはこの子は1列なんだね。全員1列なんで弱点つけないんですけど、ね、ちょっと打ってみていいですか。手軽なんで、うん、ほいおあでも弱点撃破してるキャラにはダメージが出る、ダメージ出てますね、うん、あと1でもう割れますね。割っちゃいますわボス、はい、よし割れた。でここから威力がある技を打っていきたい。奥義打ちたいですね奥義。あーなんかえどうしたのこれ隠しない。なんかバリア張ってきましたね。あそういう感じか、うん、結構耐久値高めのバリア、はいはいはい、ついでにでもこれ後ろも割っちゃうか。後ろも割りながらどんどん割って。おバリアいいですね割れましたね。おいきますよ奥義。これは単体ですね前衛なんで、はい、これ威力出るやつ。ボス前衛だよねこれね多分前衛だね。これすごい多分出ると思います。おーい あと97これも小づけばいけるんじゃないか、はい、ポンと
おー、ナイス。撃破。はい。はい。ということで、無事にできたということで。全体が強かったね。そうだね。全体が良かったですね。使い分けだね。うん。弱点ついた敵からも、まあまあ処理してくるっていう、うん、まあなんならもうボスから処理したっても良さそうな感じもしましたね。確かに今のところね、うん、はい、うん、場合によってははいはい、ということでソルタイドバトルの機能もやってきましたけども、どうでしたか。慣れてない人でも、うん、オート戦闘ついてるんで、うんうん、はい、それ見ながらでも結構なんか覚えられるんで、はいはい、はい、まあ、こういう時にこういうスキル打つんだなみたいな。そう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 、なるほど、もっと賢いね、もっと賢いね、雰囲気がいいですよね、まずね。あ、そうだね、世界観というか、ゲームとしてのすごいやっぱこの続きが気になるし、うん、探索とかもね、うん、引き込まれる感じがあるんですけれども、やっぱその戦闘のね、うん、あの新しさっていうのが、うん、やっぱゲーマーとしても楽しめるっていう感じですね、うん、やっぱ見る美味しい。はい、ということでソルタイドぜひ皆さんもプレイしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。